もし水木奈々がほどこうのマネージャーだったらということで、まあフェイドシーンですね。はい、はい、スタートボタンを押してください。フェイドシーン、そろそろ止めてくれないと。8連勝はまずいっす。俺の記録っすそれ。1P 側だってかなり人数残ってるんでしょ。それはだって今7連勝中ですもん。で、俺ちょっと1人最強プレイヤーを見つけてしまったんですが、彼は出るんでしょうか。え、あそこに座ってる方なんですけど。あれあれ1P なの。 あれいたの。え、 1P 誰が。画面端でバイスが霞を捕まえて当て身で取られて画面端に持っていかれる。苦しい、いきなり苦しい試合になった。さあ背面奪って、繋がってないけど、そっから繋がってない。うまい、うまい。さあそこから最後の読み合いか。これは最後の読み合いじゃなかったか。当て身、大変なことになってしまう。はい、やーでしょ。言えない。アクザンと、はい、お疲れ様でした。まあいいんですよ、この試合は。確かに減らせたんで、まあこっからっす。このヤンキーがどれぐらい仕事してくれるかって。確かに。ヤンキーいきなり死にに行った。ヤンキー、ヤンキー頑張れるのか。ああ、ヤンキー大変、まずい。そろそろ、しっかりしゃがみ体育だっていうか、普通だったら負けるんですけど。確かに先端だから、もう攻撃早すぎて消えちゃったのかな、フットバが。うん、いやでもそんなことはないと思うんだけどね。なんだろう。はい、また死にに行って、これはなんか死にに行ってるぞ。もうちょっと優しく扱ってあげましょう、このキャラを。全部繋がってない、ない、全部繋がってない。何が相打ちになったの今。うまく連携を駆使して画面端に追い込んだ。しかし D 投げしてしまう。画面端で逃がしたぞ、いきなり。何をやっているんだ一体。このゲーム投げ外し簡単じゃないんだから。何反応しました。なんだなんだ、荒ぶってる、できる。いきなり高まったこの男、いきなりゴムの状態だ。さあさあ、だーもう意味がわからない試合になってきた。意味がわからない今のは。さあ出てくるのは大将ジョンフン。さああまりダメージは減らされたくないが、ゲージも吐きたくないが、もうガーキャン2連発。さあ、はい、強気の勝利。勝負をかけたが、ジャクジャクジャク、クエサ人ゲージも回収したが、それ以上に払ったものが大きい。大きい。いきなり逃げて吐き出したこの男。確かに。そんなにお金をあげないのか。クーラジョンはやっぱもう本当それぐらいしかやることがないんで。これ大変だ、いきなりスキップが入った。俺よそ見してたらもう金ギーが刺さってたんだけど。いきなりスキップが入って刺さってしまった。ジョフは起き上がりが遅いため重ねるのがちょっと難しい、ね、難しい。直木さん自分で使ってても重ねらんねえから。確かに。この試合ってどうなんですか、直木さん。あ、この試合はこうなると、はい、こうなるとかなりでかい。あ、構えない、構えない。あそこからが真骨頂のはず。なんか残ってる。もう一回、そう、そして中段奪って、ここ読み合い。あー、うまくかわした。危ない、危ない、まだ時間がないぞ。最後のカッやつを持っているぞ。あー、今の反格を。あー、追い蹴れなかった。さあ8連勝、あと1勝で大御所の最多記録と並んでしまうぞ。さて誰が出てくる。初期ここで出てくるわ。ここで出てくるわ、プロ。みんなのアイドル初期先生、お前にまだ9連勝は早いと。俺より勝率を上げるなと。大丈夫です、あなたの勝率をすでに上回っておりますんで。ああ、またハイサラやっちゃった。あまたみんなのみんなのお金に、いや俺先週もやったっす、これ。みんなのお金に灰をぶち込んでしまった。さあ、食さん出てくれば、シンゴ、あなたやる気あるんですか。大丈夫なんですか、そのシンゴは。本当に止められるんですか、このシンゴは。しかも、KOF で1番重要な2番手にシンゴ置いた。
はい、舐めている。9連勝ごときこのチームで十分だぞ。9連勝ごとき、まあ8連勝なんだけど、なんか久々に軽ダッシュを見たような。確かに画面端、こっから死に投げ、死に投げ、死に投げ、マッハパンチ弱い、大変ラインが出てるが上からはげてしまう。はい、白弾頭が強い。もう彼にどこまでいけるか、俺はやってもらいたいもんなんですけど、さっさと大御所の記録を抜いてほしい。確かにあんな老害の記録はいらない老害ではないでしょ。さあ、コンボリーはハイからコンボ入れて、さあ、手堅く手出し側がダメージを奪っている。老害代表初期、老害のところで検索、逃げジャンプ D、老害のところに書いてある名前は初期しかなかった。確かに老害代表の初期、このまま9連勝止めることができるのか。これはなんだ今のは、ちょっと早かった。まあ、ジャックだよね。わかんない、ちょっと見た目が。ダイやったら多分さすがにゲリでしょ。いや、ダイでも負け、負けんの。ダイでも負けんの。しかもむしろダイっぽいけど、あれ嘘、ジャックなのかな。ヒー投げ、さあめくりから、ジャクジャク、さあなんか13っぽかった今確かに13は立ってないと確か投げが外せない。あ、そうなんだ。おーっと、老害、老害これが老害代表初期の力。老害といえばこの男、初期。さらにニコニコ大百科には、はい、格ゲー界初のプロゲーマーと書かれていた。確かに初だ梅原を超えているせいに。でも俺は実際笑ってしまった、それを見て誰が書いたんだこんなことと銃弾を立ってくらい男何をやってんだあなたは。あ、ジャクジャク、あ、おいしい、裏からコンボが入って、さあどんどん突っ込んでくる、どんどん、またやる、またやる。ああ、老害は昇竜拳を最後にぶっ放せ。さあここで信号入れたことがどうなるのか、ケチと出るのか、京都出るのか。なんだなんだ、肉を切らせて骨を立つか、骨がただれてる気分があるけどなんだなんだ、しかし当たんない。正気さんは近場の小釣りは早い。はい、さすが老害、老害代表初期。ここでついに片梨くんの、片梨くん、私ちっちゃくないよかっこ性的な峰さんの連勝をストップ。8連勝か、8連勝、8連勝、それを止める男の名は老害プレイヤー代表初期。ここから初期さんがあとは自分の勝率を増やすだけだと。初期さんもあと何勝で五分に持ち越せるんですか。多分十何勝しなきゃ無理なんじゃないですか。ドリアンさん出てくるのは、次に出てくる 1P 側のプレイヤーはドリアンさん。はい、もうスタートはおっしゃってもらってますけど、草薙、ジョンフン、ロバ、ウラロバート、草薙、ジョンフン、ウラロバートです。対する老害、老害キャラはダイモンが出てくる。出てきた、老害といえばダイモン、ダイモン、いや、老害といえばクラークよりダイモン、確かにすぐ、あ、ベニマルもだ、ベニマルとか、まあね、いや、でもやっぱり老害といえばクラークなんですけどね、一強は。確かに老害が固めている画面端で、さあ、前転をうまく勝ったが安い、安い、あれはせめて弱で、そうだね、上げてほしかった。まあ老害なんですぐ投げ打っちゃうんでしょう老害リバハイでかわそうとしている最速だ。でもあの最速がかなり強いよね。うまい、本当かよ。老害何を見ていない今の、絶対に偶然だ老害なんだかんだでダメージ減らされてるよ。老害華麗に立ち回ってたっぽいけど結構減らされてんだよね。なんかもう食さんのことを老害って言っちゃってるけど、名前は食さんだ。あ、名前はプロス、通称プロス。なんか違いが、違い3つが突っ込んでいって、あー、あー、なんか美味しい。食さん運も持っている。確かに老害は運も強い。すごい。あ、
何その距離で何すんの。おお、そんなのあるんだ。ジャンプ G か。終わりにして、こっから何すんの。あいいぞ、いいはい、あの前ビー、俺がよく叩かれているあの前ビー老害は困ったらあれを使う。俺もあれ大好き、前ビー中断なんでみんな当たる。あんな無理だよ、実際に。しかし食さん、今上粉の起き上がりがあまりにも遅すぎるために重ねをまた早すぎてしまった。じゃあちょっと僕電話してくるんで。はい、行ってらっしゃい。今日大人気のプディさんに変わります。それで、まあ、プディさん、こんばんは。はい、はい。って言ってる間に、ショックさんが、老害2連勝なんですけど、どんどん勝率を増やしております。ちなみに、あと4回勝てば、1回負けてもいいと。はい、あと4回勝てばいい、勝てば1回負けても5分と。勝率5分と。勝率増やさないといけない。あ、増やさないといけない。増やさないといけない、ダメです。で、1B 側に次出てくる方、Q さんですかね。Q さんです。今回も Q さんですよ。だってあるもん、ここに Q って。で、ここに俺が QZ がいるんだ、横に。はい、また、そうですね、Q さんといえば、クラークが出てくるでしょう。そうですね、もう撮ってますよ。もう先週もバッサバッサ、バッサバッサといっぱい投げてましたけど、まあそうですね。今週も、あの、老害代表初期をバッサバッサと投げてくれることでしょう。何気にちょっと老害っぽいっすよね。はい、そうですね。Q さんの立ち回りとかも。確かに、痛い。そんなの立ち切りじゃなかったね、今。まあ、どっちにしろ半角じゃないから、なんでもいいっすけどね。バックステア取れますよ、立ち切りだったら。あー、そっか。ショキさん、今立ってた。立つのが早い。確かに。ショキさん、もう入れ込んでた、立ちガード。あ、ショキさんが画面足、はい。はい。なんか、ドブキャンしないんだけど。ドブキャンしなかった、それも。大昇竜、ミミってよかったのに。そう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 。ユラさんを投げた、それはいらないんじゃないのか。いらなかったね、たくさんゲッシャー待ちったよ。てか、弱小スパキャンでよかった気がする。そうだね、終わりにすでたか。そっちの方がよかった。はいはい。ということで、まあ、クラークです。で、いきます、この老害キャラ、老害代表クラーク。しかし、これはちょっと苦しい組み合わせ。苦しいっすね、これは。はい、おバッシュ投げ、バッシュ投げが通って、こっから初期は最速ダイブバーパー。やっぱり初期さん早いな、さっきから。てか今の俺は読み読みだったんだけど、うん、先に言ってたもんね、今初期さんの選択肢。最速ジャンプ強パン。初期がうろうろしている。うろうろしてるけど実はあんまり対応できてないよね。何してる。さあどうする？あ、どうするのこれ、ショキさん。はい、シュート、タッチベッドが入って、危ない。なんかショキさんがなんかプルプルしてたけど、プルプルし終わったところを投げられた。確かに今生まれたての小鹿になっていたが、生まれたての小鹿がやっと立ったところを投げられた。バレてんだよって言わんばかりだったのに今ね。やばいね、やばい。今のは老害対策か今。あー、なんかビシバシが相打ちになってまた投げられて、ショキさんがやばいやばいと言っている。はい、大好き老害フランケン。あれ確定しないの、ガトリング確定じゃないの。ガトリング確定しそうだね、うん、確かフレーム的には確定だけど距離が分かんない。うん、でもさっきめり込んでたから確定しそう。なんかボディが甘えてと言ってる間にボディがぶん殴られているやん。ショキさん危ねえと言って。確かにボディ勝負だったね今ね、うん、クラークの親しいと。股間でやってる。ショキさん大丈夫なのか。実は次の試合相当きついぞ。てか確かにここで裏の場が普通に勝っちゃったら危ないよね。危ない、非常に危ないよね。相当きついぞ次の試合。ショキさんわざわざ食らいに行ったけど。やばい、ショキさんやばいよ。ショキさんやばいしか言ってないさっきから。この組み合わせ、フラロバートがかなり有利に働く試合だと思うんですよ。あのジャンプ C がまずきつすぎて、ジャンプ C とあとタッチブッドバ、まあ普通に前 A とかも前 A きついよね結構。あの引っかかんだよね。ああジャンプしても。あー逆に強すぎる。危ない今の、もう一回入ってた。
老害、老害の大外、老害中だから。何やった？老害投げ。あなたには老害という言葉がよく似合う。あ、カパニーが出るらしいですね、ワンピー側は。ワンピー側。イナアットマークカッパ。何アットマークカッパ？イナアットマークカッパ。イナって何ですかね？イナって何ですかね？何？本名？キャップさんが多分通訳してくれることでしょう。はい、ということで、まあ、カパニーいつものチーム、ケージャシャンニーかすみに対して、リピー側、老害、対する老害どうする？そして、ダイモン。最後に出てくる老害キャラは？あれ、なんでクリス止まってんの？やばくね？おう、変えた変えた。え？大丈夫なの？あ、ダメです。終わってききつくないこれ。鈴木さん、鈴木さん、あんたここで負けたら、また勝率下がっちゃうよ。鈴木さん、負けれない試合ですよ、これは。あなた、最低ライン4勝ですよ。あと3勝ですよ、最低ライン。あ、あと2、あと2勝だ。あ、プラスにするにはね。うん。足ぶったまでいきなり画面端で固めている。なんだ今のは甘いぞ。あんたの考えの方が甘いぞ。すごいアインが当たった。すごいね。すごい。何も出してなかった。若干アインだったが相当引っかかったね今。何か出してたらむしろ食らってたけど、うん、なんだこの勝負どうなってんだ。よくわかんねえ。よくわかんないです。 何が起こってるのかさっぱりわかんないです。確かにお互いなんか、はい、なんか引きり合ってるだけで K ダッシュ対 K ダッシュとはあまり思えないよ試合展開でした。まあしかしここで老害が唯一入れた保険キャラ K ダッシュが勝利して、パパニーのアンディが出てくる。パパニーのアンディはどうなんだろう、いけんのかな。いや、わかんない。わかんないよね。あー、超ヘルコンボが入った。なんあー、安くなった。なんか大ジャンプじゃない。いきなり安くなった。あのコンボでもかなり減りますよね。まあ減りますよ。まず投げから減りますからね。で、斜め A が12ドット減るんで、ジャンプ、最後にジャンプ C だったり、そう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 、近距離 D だったりでしょ。え、近距離 D、 近距離 D、 うん。ドキ、なんだその大勝利は。バレバレじゃねえか。カッパさんもしっかりゲージ溜めましたね今最後。はい、実は残影剣なんかゲージ溜まるんじゃねえかって話なんですけど、実はどうなんでしょうね。残影剣初段しか当たんないんで。もいや、残影剣出すだけですごいゲージ溜まって、当たってまた超溜まるんですよ。あれ勝利弾も出すのだったらゲージ溜まるじゃないですか。一応当ててもなんかちょっとドットずつしか増えないんですよね勝利弾。まあ確かに、実際どっちか増えるか分かんないんだけど、さんがまあ有利な試合展開のはずなんですけど、慎吾だいぶ苦しそうにしてるんですけど。そうっすね、この試合は結構きついんで慎吾側が。まあもしかしたら遠距離 C に当て身が噛み合うかもしれないけど。確かに。まあでもそういう体力じゃないから関係ないか。なんとか無難に勝ちたいですね。ここはボディボディと、ボディボディと老害大好きボディ。アンディも一応ボディなんか見た目がボディの技持ってますけど。まあ、ということで、まあ、大将、カバニーの大将、カスミさん、なんだ今のは。いきなり突っ込んでいったぞ。やってない、やってないと言っている、本人は。でも、やったから出る、メンテが悪いのはあなたのせい。確かに。徳さんのせいですね、これ。はい、すべてはあなたのせいです。因果応報ですね。自分に返ってくると。メンテが悪くてもあなたのせい。技を出しててもあなたのせい。どちらにしろ、あなたのせいです。カバニー、ここまま減らされずに、殺しきれるのか。殺しきれるのか。殺しきった。これやばいっすよ、最初戦。これ大丈夫ですか、足立さん。かなりきついっすよこれも。足立さん、これきついっすよ。これもかなりきついっすよ。5ゲージ近いんすけど。確かに5ゲージ近い。かすみちゃん、実はノーマルジャンプと大ジャンプいらないかもしれない。確かに小中ジャンだけでいい。小中ジャンってぶっ飛ばで入っていけば、うん、小中ジャンぶっ飛ばが悶絶すぎてやばい、うん、下手にノーマルジャンプと大ジャンプしたら、あの雲掴みで投げられちゃうか。大きいジャンプは雲掴みに負けっからね。でも小中ジャンプは投げれない。さすがに最速でぶっ飛ばし出してれば。しかし老害が投げる。
うわぁ背中が熱いけど、でも、ま、消費を入れない。なぜそ、ジュさん、そこで消費入れてればあなたは今日ベストバードでした。